5月の初めに全国各地で30度を超える真夏日となりましたが、その後は一転肌寒さを感じるなど寒暖差の大きい日が続いています。この気候に心配されるのが自律神経の乱れによる不調です。何もやる気がしない、頭痛、眠れない、食欲の低下、イライラなどの不調のもとには5月に多い自律神経の乱れが隠れているかもしれません。春は寒い冬から暑い夏へと季節が移り変わる中、まだ体の準備が整っていない時期です。また寒暖差や気圧変動が激しいことで、なんとか体の状態を整えようと自律神経が働き、疲労が蓄積していくのです。ではそんな5月の不調を防ぐにはどうしたらいいのでしょうか。悪化を防ぐ方法は難しいことではありません。夜はしっかり眠って休養すること、そのためにも朝起きて朝日を浴びる、3食規則正しくとるなど生活リズムを整えましょう。特に4月の忙しさや大型連休などで生活が乱れた自覚がある人は意識してリセットをするのが良さそうです。暑さに強い体づくりやストレス解消のためにも、軽い運動で定期的に軽く汗をかくことは自律神経を鍛えるのに役立ちます。また気温が上がっても油断せずに体が冷えないようにすることも大切です。特に首のつく部分は注意しましょう。これからジメジメとする梅雨を迎え、そして暑い夏がやってきます。季節の変化を乗り越えるためにも、今のうちにできるだけ元気を取り戻したいですね。季節に関する最新のニュースはアプリウェザーニュースのお天気ニュースチャンネルからご覧いただけます。